今日は東銀座徒歩3分と早速ご紹介の方させていただきたいと思います。それではどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。高島理沙です。サロンの言わないとねサロンドエルの高島理沙です。はい、よろしくお願いしま す。今日は何やってくれるのかしら。小顔にします。なる今日痛いの。ちょっと痛いかな。なんで捨て始めたの。今よりやっぱブスだったんですよね。みんな変われるの。変われる。みんなやるかやらないか。バチコンとあったじゃないか、勝手に。あ、優しく言って、優しく、優しく言ってほしい。痛い痛い痛いわよ、うん、あー、みんなやるかやらないか。はい、じゃあやっていきます。小鼻の汚れとフェイスライン、疲れ目を解消します。よろしくお願いします。クレンジングしていきます。お願いします。今日痛いの。今日痛いのは深層筋マッサージって言って筋肉の奥にアプローチをかけるマッサージがちょっと痛いかなって。ちょっとだけ。ちょっとだけ。絶対嘘だな詰まりがあると痛い人は痛いかなっていう。詰まってない人は痛くないと。そうだ、ね、じゃあまっちゃんみたいに詰まってない人は痛くないってことだね。痛くない洗顔してきます。はい、ちょっとこのまま泡パックします。はい、今の泡パックじゃないの。これ今泡パック、洗顔からの泡パックです。はい、気持ちいい、気持ちいいね。おかえり。はい、まだ。ここ何年目なの。銀座は3年目です。銀座はってことは最初にダンスをやめて渋谷で3年間独立してエステやってて。え、何すぐ独立したの。結構早めでしたね。エステサロンに就職して技術を取得してもう自分でやろうと思って。理由は売上目当ての経営方針にちょっと嫌気がさせたというか。商品売ってとか。そうこの人このコース持ってないからこれ売ってきてって言われた時に、うん、いやいやこの人にこのコース合ってないでしょみたいな。はあ、って思うことが多くて。どこもそうだと思うんですよ。結局大きいところは個人だとやっぱそれがねできると。そうそもそもなんでエステ始めたの。まあ今よりやっぱブスだったんですよね。綺麗になりたいなって思って。ブスっつったってそうでもないんでしょ。結構ブスだと思う。ブス自体は結構ブス。え、ブスな時から比べるとだいぶ変わったってこと。え、だいぶ私本当に自分で言うのもなんですけど努力してるから綺麗になりました。あ、そう、うん、みんな変われるの。変われる。やれば変われる。もう本当みんなやるかやらないか。40歳50歳からでも遅くない。もう全然遅くない。全然みんなやるかやらないか。これ寝てても結果出るの。寝ててくれた方がいいです。結果出る、うん、へえ、あるじゃない。なんか寝ない方がさ結果出るから頑張らない的な人もいるさ。全然寝た方がいい。細胞休めてって感じです。うん、気持ちいいな。今日は寝れるから。今日は寝れる日。早速坂を拭いてきます。はい、痛い施術は基本的にはしないわけでしょ。しないです。理由は何だ。癒してあげないと根本的な改善にならない。肌荒れとかもやっぱり精神的な部分で鍛えとかもするし。小顔にするためだけじゃないもんね。そう内臓から変えたいっていう。内臓変わるん。パックしながら水素するので。そうすると内臓から変わります。水素吸うんだね。水素吸います。何なんか恐ろしい音するけど何。美容液を導入していきます。なんだそれ。大丈夫大丈夫です。美容液を肌の奥まで入れていきます。はい、全然いける。ちょっと針出そうか。え、針じゃないけどね。これ何してんの。美容液導入してます。エアー導入って言って。ほう、そうするとどうなの。肌が活性化してリフトアップするし、次に生まれてくる肌が強くなるじゃん。女の子とか生理前とか肌が荒れたりとかするんですけど、うん、それがなくなるの。ターンオーバーが早まったりするの。ターンオーバー正常にします。なんこれ。もう今これ右側顔ちっちゃくなってる。待って、信用しないよ。本当に絶対信用しないよ。ちょっと鏡でもして。見せよ。変わってるわね。まっちゃん基本的には信用しないでしょ。あの営業トークみたいなもんでしょ。全然違うでしょ。本当だ。頬がここにいるよね。そう今全体的にキュッとちっちゃく。キュッと頬ね、広いもんね。
でかいやつ？でかい。バカにしてんの？みんなすぐバカにしてんだよ。これが本来の抹茶。まだいけます。マッサージ入れたらもっとちっちゃくなる。どっちでも絶対いいもん。どっちかって言ったらこっちがいい。続けてもらうから。私はこれを導入し続けてニキビもできなくなったし、目のね、この小じわがなくなった。これ毎日やってもいいの？1週間に1回がいいかな。ちょっとそこ痛いかもしれない。結構目のギリギリまで行く？うん。目の上は行ってないけど、目の下は行ってる。だからシワがなくなるの。コンシーラーがね、埋まらなくなる。コンシーラーが埋まらなくなる。クマを隠そうと、目の下にコンシーラーをこうやるんですけど、それがね、ほんと埋まらなくなるから。実体験。実体験だね。この中に入れてるその幹細胞もなんかいいやつなの？いいやつです。これベーシックとスペシャルって2種類選べまして、今回はスペシャルを使わせてもらってるんですけど。ベーシックとスペシャルの違いは？ベーシックは若い人用、これから出てくるエイジングサインを止めたい人。スペシャルの方はシワとかシミとかたるみとかがもう出ちゃってる人は、もうスペシャルいっとかないと、スペシャルいっとかないとまずいよっていう。35歳以上はもうスペシャルの方がいいですね、絶対。みんなやるかやらないか。ここからはね、気持ちいいから。あ、そう。しばらくは気持ちいい。あー、質問したくない。気持ちいい。マッサージしてきます。はい。抹茶薬特ね。ちなみにやってもらってるこのコースはいくらなの？税込み3万3000円です。スペシャルになると3万8000円です。抹茶薬特ね。抹茶の顔で気になるところないですか？ここ。うわ、痛い。ちょっとなんか嫌な顔する。その辺もやってくんだね。そこやらないとね。やっぱりここってこの。そうじゃないよ、勝手に。勝手に。でもね、そこやんないとちっちゃくならないんだね。そうなんとかならんもんかね。毎回痛いんだよ。あとこめかみ、このね、筋肉ね、それやばいじゃん。なんでそうなんの？噛み締めの力が強いんだと思う。初めてこんな頭蓋骨より上にこうかぶさるように筋肉が発達してる人初めて見た。ここがリスみたいになってる方は男性って結構多くて、ここがすごいのって。それみんなに言われる。うん。ここをほぐすと顔がバチコンって上がるんで。バチコンと。これはもう柔らかさが全然違う。抹茶は分からないけどね。なんでそこがほぐれるとバチコンって変わるんだろうね。血流がピューって流れるから。説明が雑。ここ痛いの？痛い。あ、すごい痛い。いやっ。もうちっちゃいもん。あ、そう。成人したのちっちゃい。信用しないで。ごめんなさい、すみません。もうできない。次が痛い。ちょっと待って。いくよ。うん。あ、怖い。痛い。バカ。やられたくない。怖い、痛い。痛い。頑張んないと小顔にならないよ。はい。頑張りましょう。はい。優しく言って。優しく。優しく言ってほしい。ちょっと待って。ちょっと怖い。痛い。ちょっと。わー。よっしゃー。今日気持ちいいって言ってた。気持ちよかったでしょ。今日薬特って聞いた。おかしい。笑いすぎて涙出るわ。あ、ウケる。抹茶の痛がりはさ、やっぱりさ、何かに問題があるんだよね。循環が悪いんだな。いい沈んでいく。うわー。あー。筋肉が固まりすぎてて筋に入らない。あ、そう。これだから全く痛くない人もいるんだもんね。だってこれで爆睡してる人多いですよ。これで爆睡してる人が多い。うん。それはもう感覚が鈍ってんじゃない。あ、痛い。痛い。痛いわよ。ガッ。ガイ。ああ。腹の首だから。ああ、いい触るのも。ああ。三。だ。いい。痛い。なんか痒くて痒い。それだけやってくれたらいいのにな。おー、気持ちいいぜ。気持ちいいぜ。先生のところの主義
って誰でも OK なんですか？美容整形してる人とかヒアルロン酸入ってるところとかっていうのはやっぱちょっとできないので、はい、事前に言っていただければ。この辺とか筋肉ほぐしていったりとかするとここに入れてる人とかたまにいるので、あ、それが先に言ってくれれば避けますよ。それ以外の人は大丈夫？うん、大丈夫です。もうぐちぐちのニキビの人も大丈夫？大丈夫、治す。あの幹細胞打ってたらすぐ治るから。それでめちゃくちゃ綺麗になった女の子いるんで。へえ。そう、みんなやるかやらないか。毛穴の吸引をしていきます。はい、お願いします。汚い？汚い。見て、汚い。この後は炭酸パックです。はい。今日炭酸パックなので。今日が、ね。今日があるんですよ。ヒリヒリチリチリするかもしれません。へえ。では。ほんのりあったかい。はい、失礼します。あ、すげえな。なんこれ。これ何貼ってんの？これ特殊なシートで、これを貼ると炭酸が発生するって。じゃあ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 っつって。ピリピリくる。これ痛いじゃないな。ピリピリくるな。これを私やった日は必ずなんか小顔になったねって言われるので。これで小顔になる理由は何なん？キューッとする。やっぱりキューッて引き締まるから。なんで炭酸入れただけでお顔がシュッと引き締まるんだろうね。毛細血管が、うん、なんかまた雑になっちゃった。つって毛細血管がね広がるんですよね。たまに酸素をくれっていう状態なので。寝ちゃっていいやつ？寝ちゃっていいよ。水素吸引してきます。水素吸引するとなんかあるの？人間って呼吸をするだけで老けるのね。悪玉活性酸素ってなんか体の中に発生するのが、うん、水素がそれを持ってって外にピャって出してくる。疲労物質とかも出してくれて。あ、そう、めっちゃ気持ちいいわよ。あ、これはいい。ああ、やばい、喋りたくない。本当だよ、どうしよう。うわあ、そこ寝入りなんだね。そう、すごいいい施術者だと思う。わお。you
終わっちゃいました。ありがとうございました。帰ってきた。おかえりなさい。最後の癒しは半端なくよかった。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でございました。最高に気持ちよかった。途中のなんか痛いやつとかもなんか忘れちゃうぐらい気持ちが良かった。エンディングに向かっていきます。それでは、はい、お疲れ様でございました。めっちゃ気持ちよかった。ご褒美でございましたね、今日ね、うん、ね。もう結果は後ほど見ていただいて、気になった方はご予約いただければかなと思います、はい、では本日抹茶のなんでな見ていただいた方への特典お願いいたします。今日のコース半額でやっていいの？やる。大丈夫？やる。半額で。半額で。あの、なんかいろんなコースあるんでね、いろんなコース全部ひっくるめて半額、はい、半額にします。初回の方半額、半額です。で、LINE アート登録していただいて予約をしていただきましたら、はい、でそこに抹茶のなんでら見ましたよっていただくと、もれなく初回の方半額と。半額で。他の方やってないね。やってないです。うちだけね。やってない。うちだけ特典でございます。もうぜひ、あの、LINE アートから抹茶のなんでら見ましたと、あの、言っていただければと思います。よろしくお願いします。あと、引き続きまして、抹茶の来ましたスペシャルメニューですね、のこちらのプレゼントもやっていきたいと思います。抽選で1名の方に、当選させていただきますので、公開から2週間が当選期間とな、応募期間となっておりますので、そちらから応募いただいて、一人あのプレゼントさせていただきますので、そちらもご応募ください。よろしくお願いします。お願いします。いや、めっちゃ良かった。なんかでも、まあ、でもまだ実はまだ変わるポテンシャルある。本店のアプローチのコルギがまだあるので、はい、じゃあそれも次回よ。よしやるよ。殺したら長くなる。ゴリラ化する。ドラウタン。ドラウタン。まあ、ゴリラも乗れるかも。不摂生なものなの。不摂生が僕の仕事だからね。隠して隠して隠すにや。でもあくまで実際は？Goodbye, Caroline Road. Well, I remember in my hometown, I met a pretty girl there. Well, I remember in my hometown when I met a pretty girl there, and her little white dress at the county fair. She took my hand, we made some plans.And I loved it grow. She took my hand, we made some plans, and I